はい、おはようございます。おはようございます。会長です。本日は我がサークルのレースを担当してくれていたり、まあ、サイクリング一緒についてきてくれているとしくんの愛称を紹介したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではとしくん、自己紹介お願いします。サークル内でとしくんと呼ばれています。いつもね、あのサークルの活動に参加しているあの YouTube の動画にも映っている人です。Twitter でも一応活動していて、こんな風によく活動している人です。サークル以外にも、あの小魚チンパンジーっていうあの有名なチームとか、あとは小豆島の方でもチームがあって、そっちにも所属して走らせてもらってます。では、早速愛車の紹介の方に移っていくんですけど、はい、この愛車、買ったきっかけは何ですか？きっかけはですね、高校2年生の冬に、この前乗っていたあのジャイアントのコンテンドが 10-0 の完全なもらい事故で廃車になりまして、ちょうどその時ってあのコロナが蔓延してて在庫がなかったんですよね。でその時にいつもあのお世話になっているショップにたまたまこのフレームが新品で飾ってありまして、簡単に言えば、ね、恋愛でいうとこの一目惚れってやつです。黒赤にちょっと白地でメーカーが入ってるこのデザインに一目惚れしまして、その場でこれにします。ありがとうございます。ではとしくんのこだわりの自転車各パーツ紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずハンドル周りですね。ロード乗ってる人ならみんな一緒でしょう。ハンドルの中心にレッグマウントっていうパーツをつけて、このサイクルコンピューターとライトをうまくつけています。でまあね、ハンドル周りでもうこだわってるといえばもうバーテープですよね。あ、フレームが黒赤なんで、まあここも黒赤で締めようっていう、そんな感じでやってます。うん、あ、メーカーはちなみに？メーカーこれジャイアントです。あ、ジャイアント。ジャイアントです。まあ値段的にはまあ3000円ちょっとのテープなんですけど、グリップも最高で、なおかつデザインも良しっていう、もう最高なものとなっております。でまああとはね、つい最近コンポい、あの変えたんですけど、まあデュラエースに、まあ変わってるところですね。抽選系のパーツがついてます。デカーミン、デカーミン、デカーミン130プラスってやつかな、一番下のちょうどいい感じのやつを使ってます。でライトが、キャットアイ、キャットアイのボルトインフェクトでネオかな、あの新型のライトがついてます。個人的にはボルトシリーズの前の方が好きだったなっていうのはありますけど、まあ新しいものがついてるっていう、まあ、満足感は完全に満たされてます。ハンドル周りはこんな感じで以上です。はい。では、次にフレームですね。まあ、フレームはもう、あ、一目惚れしたっていう話をしたんですけど、この、なんだろう、マットな質感のフレームに、この赤と白、白地でね、こんな感じでクリプトンっていうあの、なんだ、モデル名や、アルゴン18のロゴが入っているっていうのがもう、こだわりっていうかもう、はい、一目惚れポイントと。次サドルか。次サドルです。はい。サドル。サドル。まあ、サドルはもうこだわりも何もないんですけど、あの、前乗ってたジャイアントについていたサドルそのまま使ってて、で、まあ、まあ、一個こだわりポイントって言えば、テールライトですね。あの、ジャイアントのこのサドルに一体型になるものが、あの、ついてまして、まあ、見た目がスッキリするっていう上では、かなり気に入っております。うん、ホイールはですね、プライムの、RR50 だっけかな、あの 50mm ハイトのホイールがついてますね。海外通販で、まあ、あの買った当時セールで6万弱で買いましたね。個人的にはカーボンホイールは見た目が欲しかったっていうのが、値段とか性能には気にすることなく買わせてもらいました。タイヤは何を？タイヤはですね、今パナレーサーのレースエフォーってやつですね。うん、Amazon でたまたま安くなってて、そうなんかタイヤがもう消耗してたんで、いいやつないかなときに、ちょうどお手頃なあの価格で日本セットだったんで、買ったっていうのがもう、コンポ類はあのデュラエースとあの8000系のアルテグラで、で7000系の105で、まあ、組んであります。いわゆるミックスコンポです。11速の、まあ。こだわりも何もないですね、この辺は。所有欲満たしたくて、こう上のグレードつけたっていうのがもう、この理由です。うん、ペダルはこれはペダルはシマノ の, あの SD レーセンの一番安いやつですね。なんでこの組み合わせにしたか、
完全にフレームと一緒のカラーリングのものを探していて、ちょうどいいデザインのものがこのタックスから出てるボトルゲージがありまして、購入したっていうのが一個のポイントですね。まあ、あとはこのようにステッカーがこうね、カッティングのものが貼ってあって、まあ、このチームですね、オフダンチンパンジーのステッカーやら、まあ、裏側見てもらえればこのスポンサー様のシールやらいろいろ貼ってあるんで、まあ、これちょっとあの全然違いなんですけど、こだわりが詰まってる一台であります。はい、ということで、トシ君の愛車であるアルゴン18のクリプト、はい、紹介させていただきました。ではトシ君、紹介ありがとうございました。じゃあバイバイ。バイバイ。